チェリカジの略称で言われることもあった。二人は、小学生の時からの幼馴染み同士である。2004年10月、共に、高校生だった時に渡辺コメディスクールに一期生として入学。第1回渡辺エンターテインメントのお笑いメジャーリーグ計画で、準グランプリを受賞。フリーで活動した後、2007年7月から、オスカープロモーションのお笑いライブに出演。 その後、オスカープロに所属となる。姉をゆりか、メッチェン、ラブコ、マキノステテコとの5組7人によるユニット、ご褒美ガールズでも活動したことがある。なお、姉をゆりか、ラブコ、マキノステテコは、渡辺コメディスクールの同期生、メッチェンの子もおかし真実は後輩である。2009年9月に解散を発表、同年9月10日の、笑い品開発ライブが、ライブでは、 最後の出演となり、その後数本の営業などの仕事を経た後に活動を終了。ただ、同年10月から、女心のレギュラー出演が始まったため、正式には、同番組の二人での出演が終了したのと同時に、活動終了となっている。2009年12月に、吉田町子は元スキャンピのチャコと、猫虎を結成。2010年1月8日のライブ、 ガールズガーデン新春スペシャルが猫トラとしての初出演となった。その後も街は猫トラメンバーとしてオスカープロモーションに所属、オスカープロお笑いライブなどに出演していた。2010年3月に猫トラは解散。以前は笑顔が多い村木のボケに対しあまり表情を変えない吉田のツッコミが特徴の漫才などを演じボケられるたびに吉田が部、 というなどして背中から後ろへ倒れるというリアクションもしていた。この時は最後にそうだって私たちですからなどのセリフを発するものや二人一緒に後ろへ倒れるというなどの締めのパターンがあった。その後二人でギャルに噴してギャル語を多用するコントのアゲアゲコールのリズム芸のネタなどが定番ネタとなっていた。ありがとうございます。